切りましたよ。切られましたよ。もうね、昭和アイドルチックな、はい、20分になります。メイドさんみたいな。さあ、30分前なんですけど、ちょっとまだどなたにも突撃できてないので、最後に追い込みでちょっとどんな方がいらっしゃったら、ね、突撃してみたいな。本当ですよ、ここしかもう時間ないですよ、始まっちゃうから。ちょっとやばい、もう前受けてくださるかな。皆さんバタバタしてらっしゃいますね。まあ、とりあえず行ってみたいと思います。はい、もう行かないと始まらないから。そうね。あっちから動いてきます。足をちゃんと閉じてね、立ちなさい。あなたそんな可愛いブリブリの踊りをせっかく着させていただいてるのに、ありがとうございます。ありがとうございます。私が俺言わなきゃ。あら、めっちゃ今、私たちの YouTube で、ラジオスの皆さんに突撃させていただきたいなと思ってるんですけど、はい、本番直前なんですけど、1、2分、本当に1、2分でした。はい、2、3分でした。もちろんです。あー、やったやった。すいません、よし、じゃあ、いつも、あなただろう。ね、どこ、こっち、中だよ、学園の中で。いつも、ありがとうございます。そもそも初めまして。あ、木の下の会のラジオの時にゲストに。あ、6時から生放送で。作りながら多分分からなかったんだろうね。そうなんです。そうよ、ね、お互いね、お互いね、そうよね。よろしくお願いします。近藤と山本です。近藤さん、はい、山本さん、はい、お願いします。何年目ですか。今年6年目になりました。4年目になりました。あ、6年目になりました。じゃあこっちもお姉さん。年下。あ、ごめん、こっちもお姉さん。ごめんね、ごめんね。はい、20秒なので、はい、どんどん行かせていただきたいと思います。はい、好きな食べ物は何ですか。エビ。では朝起きそれだけのリアクション。甘エビですか、蒸しエビですか。エビフライです。では朝起きて一番最初にすることなんですか。トイレに行くですね。尿意で起きます。あ、この年になると。そうなんです、ね。その後に顔を洗ったり。尿意で起きて、もう二度寝できないなと思って諦めて起きるって感じです。逆に何をするんですか。朝起きたら私は水飲みますでしょ。おー、一緒だ。おー、水飲む前にブクブクしないと、寝てる間ってすごいんだって、雑菌が口の中みたいな。便を一個口に含ませてるぐらい。あなたたちは汚い。あなたたちは汚い。朝からうんち食べてた。YouTuber は何ですか。スーツさんという鉄道系の交通系の YouTuber なので、私電車が好きなんで、もう本当にぜひ電車とか興味なくても素晴らしいから、一人喋りが二人がもう専門知識とかのそうじゃない部分を織り交ぜながら。スーツさんと YouTube されてますけど、例えばコラボとかっていうのは今後。いや、恐れ多くてね、すごい高校な人なんですよ。24、5歳なんでしょうけど、でも佇まいはもうね、56ぐらい。貫禄がある。貫禄が、そうそうそう。チェックしてみます。ありがとうございます。ミツさんの長所はどこでしょう。手が綺麗。たずまいが美しい。美しい。本当に手の出し方も優雅で。あ、なんかこれだね。若者のたしなみですよね。一番遠い部分に神経を届かせると綺麗に。一番遠いのが中指。ああ、なるほど。中指の一番先まで神経を行かせると全然長く綺麗に見える。バレエ。バレエ。そう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 。あ、あ、え、え、来た。あれ？え？え、何問ぐらい聞こうとしたの？15問ぐらい。あ、そうなんだ。すみません。いやいや、本番前で使う。いい。うわ、え、さ。え、一個、最後に一個だけ一番聞きたかったこと。せーの。犬派ですか猫派ですか。犬。おー。つまんない質問。ミツさんはご自身を例えると犬だと思いますか、猫だと思いますか。あ、でも犬じゃないかしら。家の中でよく吠える犬。外に出ると、外に出ると割と愛想振りまきがちというか、よく知ってる人には吠える。吠えられたいね。吠えてもらってもいいですか。
さんの何の得があるの？あなたたちなんかもらうことばっかり考えてる。すいません、そうですね、すいません。与える側でしょ、あなたたちは。もっと動画がいいねと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。これ残るのずっとどっかに。あ、やだやだ